中央社会福祉協議会地域支え課の課長しております阿部と申します。本日はですね、皆様と一緒に中央地域課題の解決を考えるということで、その前にですね、中央の地域課題が何かというのをですね、私ども地域支え課に話されております地域福祉協議会の活動と、あと皆さんの本当に加わらせていただいております地域課題の方から、見ていければなと配置されております。地域福祉コーディネーターとは何をしている職員かといいますと、年齢や分野、内容を問わず地域住民からの相談、特に今生活の中での困りごとを受け止めて課題の解決に向けて一緒に考えている福祉の専門職です。ということで、それぞれ の、お困りごとに合わせて区役所なんかで、例えば介護保険が必要であれば介護保険課とか、子どもでお子さんの支援であれば、支援課とか、あと、お年寄り相談センターとか、障害であれば障害者福祉課、機関相談支援センター、いろいろな、支援体制が整っております。ただですね、なかなかやっぱりその、狭間、どこにまず相談していけばいいかわからない、そういった相談を私ども地域支え課の地域福祉コーディネーターは本当に年齢や分野、内容を問わず、相談人をお受けして、解決しに向けて一緒に考えていく、私たちが、私たちだけで解決するのではなくて、お困りごとを抱えている当事者の方、また、地域で活動する方たちと一緒に、考えて、解決方法を考えていくという福祉の専門職になります。調整役、つなぎ役ですね、解決役ではなくて、そこを調整してつないでいく役として地域福祉コーディネーターは担当して今活動をしております。で、地域福祉コーディネーターはですね、どんな役割を担っているか、調整役、としてどんなことをしているかといいますと、大きく2つの役割があります。1つが、個別支援、もう1つが地域支援という形の、ものになります。地域個別支援については、地域生活課題を抱えている地域住民に対してその課題を解決し、ニーズを満たしていく一連の支援ということでですね、こちらは本当にお困りごとを抱えた方たち、そういった方からの相談や、そういった方たちを、見つけた地域の方からの相談を受けて、その課題を抱えている当事者の方たちと一緒に、考えながら、その人たちの困りごとを解決していく、そういった支援、個別の支援を、こちらの個別支援と呼んでおります。またもう一つは地域支援、こちらはですね、地域で誰もが安心して生活できるよう、地域住民が主体となった生活支援の仕組み作りですね、地域で、住んでいる皆さんと一緒に、その地域で、受け皿というんですかね、困ったことがあれば助け合える仕組み作り、そういった仕組み作りを支援する取り組みも、行っております。こちらが地域支援となります。で、この個別支援と地域支援というのは別々に行っているわけではなくて、個別で支援をしていく中で、この人にはこういった、地域にこういったなんか仕組みがあるといいねなんていうことが分かれば、そういった地域支援を増やす、地域支援を行ったり、逆に地域支援をしていく中で、こういう地域支援ができたら、困りごとを抱えている ああいう人たちができたら、ここにつなげようなんていうこともしますので、本当に個別支援と地域支援は一体になって行っております。で、地域福祉コーディネーター、地域支え課の紹介ということで、ここ簡単に、社会福祉協議会が地域支え課に地域福祉コーディネーターを配置して、平成29年度に配置された本社員の中では最も新しい部署です。で、今私どもはですね、10名の職員を配置して、個別支援については、全職員で担当を分担しながら、地域支援は後ほどまたお話しグループワークなどに出てるかもしれませんけれども、京橋、日本橋、月島にそれぞれ、地域で活動する方の拠点を運営しておりますので、そちらの担当を決めて、活動をしております。